かがですか、これだけ最終レースが終わってですね、たくさんの方が残ってくださってます。レース終わったのにこんなに楽しく人が集まって、はい、こんばんは、こんばんはということで、微妙にこんにちはかこんばんはどっちを言ったらいいかわからないので、今クラスなんですけども、まあ、でも早速ですね、はい、NFC 王杯のプレゼンターを務められたばかりということですが、どうでしたか。いや、すごかったですね、あの2分間ねみんな反応してくれない。いや、反応してくれてますよ、これ。これだけ手を振って、ほら、よしたっていうね、文字巻きになってますけど。いや、あの、始まる前の手拍子が、すごいドキドキしました。うわぁ、なんか始まる。あら、初めて。初めてですね、本当に皆さんの拍手がこのドンズンズンで音にすごい、ね、え今何を積んだんだっけ。あ、電車が馬走ってるよ。京阪与田駅に処刑しましたね。あ、そのあたりすごい感受性ですね、びっくりしましたけどということは、あの京阪電車にびっくりされたということは、この京都競馬場も初めてなんですよね。そうですね、京都競馬は初めてお邪魔しました。いかがですか、電車も通っているね、競馬場ですけども、一応お聞かせください。電車も池もいろんな風景が楽しめる競馬場だなと思います。そうですね、カーブの真ん中にね、ミサミがあるという非常に珍しい競馬場なんですが、まあ、今日はですね、そんな京都競馬場で